これ。あ。朝鮮に攻め入るとはざれ言でございましょう。かの国は高麗茶碗をはじめとして茶の湯を志す者には親しき国。無軍夫は。は。高麗での無垢下の呼び名でございます。我が夫は高麗へ攻め入ることに異を唱えたのでございます。大変な嵐ですこと。春に嵐はつきものだ。明かりを吹きしなさい。はい。殿下はあれを差し出せと仰せにございます。さすれば頭を下げたこととし、すべて許して使わそうと。あの男は何と。私がぬかずくのは美しいものだけでございます。あなた様にはずっと思い人が。覚えております。天理完美。
私メイベイン。これにいくら払う？遠慮なく申せ。恐れながらその小壺に大金を払うヨーロッパの人間はいないかと。大名物の茶入れも刀なしよの総益。そのものは正直ものでございましょう。それはただの土くれをこねて焼いただけのものでございますから。Então, afinal, onde está o valor da caixa? では、価値はどこに？あのつぼみをどうご覧になりましたか？命の芽吹き。一服の茶で心が浮き立ち、蔵の土の壁でさえ輝いて見える。それを見出せるものしかわからぬことがございます。これから先起ころうとする命の力か。あのつぼみ一つでヨーロッパに挑むとはの。してその見出した価値は誰が決める？わしか、それとも美は私が決めること。私の選んだ品に伝説が生まれます。こやつよほどの大役人よ。死に行く前に噂に聞くあなた様のもてなしを一度受けてみたいと参りました。ゆるりとお待ちくださいませ。母じゃよく言うておりました。嫌なことがあっても一晩寝れば忘れることができる。心配せんとゆっくり休みなされと。それを聞くと、その静かなお心でおいでなさいませ。生きている喜びをこの一服の茶で味わいなさいませ。
お願いがございます。茶碗を焼いていただきたいのです。この年本能寺で信長様が亡くなられたのでございます。天下はもうそこにあるのじゃ。雪を待っての戦に勝利し、秀吉様は天下人へと上り詰められました。そして我が夫が大安を建てた本当の意味は。一度だけ見たの、緑の。お前ほどの男が片時も手放さぬところを見るとさぞや大事なものなのであろう。私に茶を教えてくださった方いただいたものでございます。女人であろう。隠すな、見通しじゃ。さぞ美しい女であろうな。わしのもとへ連れてこい。本当に美しい花入りでございます。この三島も実に実に美しい。お師匠様はまさに目利きでいらっしゃいます。手を止めてばかりいては茶会の準備が進みません。そうでございました。ですが私はそのお師匠様の目利きで大名をはじめ貴族たちもが寄り集まってくる姿が滑稽でなりませぬ。この茶入れなど百万石と交換しようという輩も出てきてございます。世の中が美しいもので動いているのでございます。ですが美しいものは恐ろしい。あかんやなんて。この図面通りに作ったやで。あんたの注文は難しい。もうこうせん。高麗の壺か。こういうことか。しっくりと手のひらになじむ。この指に似合う。女の爪か。この白い指が持って直樹線と
揺らぎのない器を作っていただきたいのです。天下統一が早まるは利休殿のおかげともてはやしてございます。利休が大きな力を持つ前に潰しておかねば。わしにはの欲しいものがあるのよ。欲しくて欲しくてたまらぬものが行さあるのじゃ。関白などその一つに過ぎぬ。あやつにはまだいてもらわねば。いや、しかし。あ、泣きよった。見よ。思い通りにならぬものなどこの世にないわ。見よ、水谷、来い。泣きよったぞ。今数えさせましたら1600席も出ているということでございます。まさに前代未聞の大茶会。まこと日の本中のわび茶人をすべて集めるような茶の湯は殿のほかに誰も思いつきはいたしませぬ。これは殿、なんということ。今や万民の心は利休殿のものでございます。違う、あやつは妖術使いよ。天下をたぶらかしておるのじゃ。愉快じゃ。皆も笑え、笑うがよいわ。なあ利休よ、こんなものは何日もするものではなかろう。ただ一日歌方のごとく消え去るのがよいのではないか。わしに茶をくれ。お主、茶人でなければ天下をも取れたのではあるまいか。二人の仲じゃ何も遠慮することはないぞ。恐れ多いこと。ところで朝鮮への出兵の賢者が反対しておるらしいな。そうであればわしは切らねばならぬぞ。打ち首がよいか、貼り付けか。お主はそんなに死にたいか。笑え。
市長様からいただいたこの茶碗一つを道具として承知しておりました。どうじゃ、口が反っているのが高麗の菰替茶碗だ。我がお師匠様が選び抜かれた一品よ。これこれ触れてない。我が人生でこれ以上大事なものはないのじゃぞ。さすがの私もこの茶碗に関しては文句のつけどころもございません。ですがお師匠様の茶の湯はますます強引になられましたな。型破りで天衣無縫、ただの竹や籠を名物並みに扱うのは言ってみれば山を谷、西を東と言いくるめておられるのと同じこと。つまらぬ茶碗だな。わしが割って金で継がせよう。くだらぬ。そうし、下がれ。待て、下がることないなら庭に連れ出せ。おお、寒い。お許しください、哀れな命一つ。師匠様、いかに天下人であろうと我が社の好みを狂わされて謝れ。やばねえ、ご存知やばねえ。まだ人におまねらぬ。やるならやれ。切れ。狂わされておられる。お断り申し上げます。法外な値段で取引したのが原因やそうや。え、娘を差し出さへんかったからって聞いたで。いや、すべては言いがかり、妬まれたのよ。時の天下人に。失教の命が出たぞ。ようやくできたのでございますな。様の思い描くお茶なんか、何かはあの皇后を差し出せと仰せにございます。さすれば頭を下げたこととし、すべて許して使わそうと。私がぬかずくのは美しいものだけでございます。
大田のせがれが遊女に叩き出されるとはね。くだらぬ生き物よ女とは。けど好きなんだろう。ついて惚れてその果てに結ばれて共に寝屋に入れば閲楽の戦況で遊べるからな。さすが遊び人で通ってるだけあるじゃないか。俺はその言葉の意味を知ってるのか。あなたは生きてそう言ったんだ。そなたの美に対する執念、まさしく茶人と言ってよかろう。はてどうしたものやら。これは女の袋には小指の先がなかったと聞いたが。私には心当たりがございません。この狭さでは首をはねられません。ならば五郎次郎、美しいもの、出会いが生み出した我が夫、利休が追い求めた究極の茶の席。